世の中は争いに満ちて、不満や悪口を言いまくる。それを聞いてもどかしく、時にはイライラしてしまう。なぜ大人たちが目の前の人を傷つける、そんなことをするのかがわからない。だってそれは自分を傷つけているんだよ。言葉とは尊いものだと私は思っているが、世の人はあなたは違うのかい。言葉ありきの人生。そんな世の中に生きている。今私たちだけど、中には人を喜ばせることたくさんしている人もいる。そういう大人を見ているととても温かな気持ちになっていく私がいるんだよ。きっと自分を癒しているんだよ。言葉とは尊いものだと、おじいちゃんやおばあちゃんが教えてくれたんじゃないのかい。言葉ありきの人生。言葉があるから目の前のその人元気づけられるんだと思うから、不満や悪口を言うのはやめないかい。言葉ありきの人生。言葉ありきの人生。